時事通信の三船です。話題変わりますけれども、あの世論調査について関連してお伺いしたいんですけど、世論調査に関連して、あの報道各社で内閣支持率が過去最低を更新するような傾向があの出ていますけれども、この現状についてあのどういうふうに見てられるかと、政治と金問題がまあ追い打ちかけている形だと思うんですけど、どういうふうに原因を見られているか、その辺について感想をお伺いできればと思います。はい、私もこの昨年の12月、また年明けの1月、忘年会、新年会等で、会合で、この地元回りましたが、あの国民の怒りというのはこの永田町に漂っている空気よりも100倍ぐらい厳しいというふうに思います。まあ、あの一般の国民の方が今回の問題は許せないと、思っている、まあ、状況の中で、まあ、岸田総理はこの問題が発覚したときにですね、先頭に立って火の玉になって、この改革をやると言い切られたわけですけれども、まあ、全然その火の玉らしいその処置は取られていないというふうに国民が感じておられると思います。まあ、今や火の玉ではなしに岸田総理は火だるまになっているという状態の表明、それが数字になって現れているというふうに思います。はい、それではあの他の方のご質問ありますでしょうか。じゃあ、 あの今日はもう、なさそうなので、じゃあ、 あの今日の記者会見はこれにて、終了させていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。